これはまだ古い睡眠薬のお話です。僕たちが使い慣れてきたベンゾジアゼピンを含む睡眠薬のお話です。でこのお話をしたいなというふうに常々思っているのは、僕の中でも実はちょっと引っかかりがあるからなんです。何度も恐縮なんですけども、もう一度先生方にお尋ねしたいんですが、これまで古いタイプの薬ですね、睡眠導入剤を患者さんに出されて、先生おかげで眠れるようになりましたとか、ありがとうございます先生楽になりましたとか、感謝されたりとか、良かったっていう報告を聞かれたことが一度でもあるという先生がおられますか？どれぐらいおられます？多分ほとんどの方ありますよね。そうなんですよ。最近扱いがひどいと思われませんか？確かにベンゾジアゼピンを含む旧型の睡眠薬というのはもちろん大きな問題をたくさん抱えていますが、我々はこれまでその古いタイプの睡眠薬を使いつつ患者さんを助けてきたわけですよ。でいろんな流れはあるにしても、そういうものを一方的に良くないものだと決めつけてしまうというのはフェアではないと思います。なのでぜひここで新しいお薬に入る前に、僕たちは古い睡眠薬って一体どんなものなのかっていうのを改めて振り返っておいた方がいいんじゃないかなと思っています。でベンゾを含む古いタイプの睡眠薬を知るためには、もっと古い睡眠薬を知っておくのが一番いいんですよ。で実を言うと、もう今から115年も前に画期的な睡眠薬っていうのが我々が手にすることができました。もう115年前なんで我々も多分ほとんど使うことはないんですけれども、名前をバルビツール酸というふうに言います。ひょっとしたらもう使われた先生方おられないかもしれませんけれども、非常に画期的だったんです。どんな意味で画期的だったかっていうのはおそらくちょっと想像つきにくいと思うんですが、こういう面で画期的だったんです。水に溶けなかったんです。先生方にとって当たり前かもしれません。水に溶けない、その何がそれが特殊なんや。じゃあそれまでの睡眠薬は水に溶けた、水に溶けたら何が問題だったのかというと、それまで水に溶ける睡眠薬というのが硬水クロラール、今でもエスクレという名前で一応製品としては残っています。そういうものが睡眠薬の中心的存在だったんですけども、その硬水クロラールは水にたくさん溶けることによって、要するにジュースに溶かして一気飲みして自殺気筒が吐かれたり、あるいはお酒に溶かして飲んで遊べたりということが容易にできてしまったんですね。水に溶けなくなることで我々は何を手にしたのかというと、乱用の危険性を大きく下げることができたんです。つまり安全性を水に溶けないという特性を取り入れることによって画期的に高めることができました。ただ不十分だったんですよね。安全性を高めたとはいえ、実はバルビツール酸というのは大きな弱点を持っていて、それが常用量と致死量の間にほとんど差がなかったということですね。少ないものでは5倍、多いものでは10倍とか20倍ぐらいの量を飲んでしまえば、つまり我々が1ヶ月分とか処方してしまえば、1ヶ月分のバルビツール酸を何か魔が差した時に飲めば、それが致死量になります。実際に亡くなった方もおられますよね。まあ有名な女優さんなんかも亡くなりました。ということを知れば、安全性を追求した結果バルビツール酸というのは画期的だったけれども不十分だったんだということが分かると、我々がつい最近までお世話になっていたベンゾジアゼピンというものの特性というのは理解できます。つまり常用量と治療の間に非常に大きな開きがあるというのがベンゾジアゼピンという1950年代にロシュ社のステルンバックという先生が開発したものです。安全性という意味で大きなパラダイムシフトがここであったんです。だから大ヒットしたわけですよね。安全性がすごく高くなった加減で、我々は非常に気楽に使えるようにこの薬に関してなりました。でその結果として何が起こったかというと、大ヒットしたので、2匹目の土壌がみんな得たくなって、市場に似たようなお薬がたくさん溢れ返ったわけです。我々が今手にしている不眠症睡眠薬という形で治療するお薬というのは、常用されているものだけで13種類ございます。不眠という一つの症状を治療するのに13種類の武器を持っているわけです。これは我々を不眠症と戦いやすくしたかどうかなんですよね。もちろん専門医なら戦いやすくなるかもしれませんが、場合によっては非専門医の先生にとっては武器が多すぎると混乱して使いにくくなるかもしれません。で、我々が知っておかないといけないことは、13種類も実はないっていうことをまずここで知っておいた方がいいんですよね。本当は4種類しかないです。もう先生方もよくご存知だと思うんですけども、超短時間型、短時間型、中時間型、長時間型と4種類しかないんです。で、しかもですけれども、本当に4種類なのかという視点でこれを見ていただくと、一番向かって右側、長時間作用型っていうのは長時間って何時間かというと、2日です。
2日間効く睡眠薬って先生方の臨床に言いませんよね。中耳管作用型って中耳管っていうので短いかと思いきや20時間以上です。専門医でない限り言いませんよね。つまり僕たちが13種類だと思っていた睡眠薬は実は2種類しかないということです。超短時間型と短時間型睡眠薬の中で比較的使いよいもの、癖のないものというのを1種類ずつ持っていただければ、我々がここから先もしベンゾジアゼピンを使わなければいけない、そういうシチュエーションになったんだとしたら、それ以上は手を広げないっていうふうに考えておく、コンパクトに使うということは何よりもこれから先使うのが大事だということです。まあ、癖のある薬もありますので、特に超短時間型の睡眠薬の場合にはデメリットがある薬の方がいいです。例えば苦いとかね、患者さんが少し嫌になるような特性を持っている方が超短時間型睡眠薬の方は、まあ、使いよいとも言えますね。で、たくさんの武器を手に入れるとこんなデメリットもございます。たくさんのものがあると、まあ、似たようなものがたくさん市場にあふれてくるので、市場にも睡眠薬みたいな薬がたくさん出てきます。で、その結果としてこういうことも起こっています。僕たちの市場には睡眠薬とその仲間があふれかえっていて、世界的にもまあ日本はトップに近いんですよね。OECD 加盟国の中で国際麻薬統制委員会というのが出したデータによると、日本というのはベルギーに続いて睡眠薬の使用量というのは世界第2位だというデータがあります。使いすぎだというデータがあるんですよね。実はこれ嘘です。どう嘘かというと、実はこれ睡眠薬というカテゴリーなので、例えばエチゾラムというようなお薬がございますが、これ抗不安薬という位置づけですので、この中には含まれていません。今も錠剤ベースでいうとエチゾラムのようなお薬というのは処方数のトップに近い場所にいます。つまりそういったお薬を睡眠薬に僕たち使う可能性もあるので、それを含めればずっと僕たち日本というのは睡眠薬やその仲間の使用量が先進国トップの座をずっと守り続けているということなんですよね。なので問題視されているというふうにも言えます。ただ今キャンペーンが貼られていますよね。でもう一度この話に戻ってまいります。もう一度思い出していただきたいのはこういうことなんです。睡眠薬は危ない薬だと今は世間では言われていますが、まあ、確かにそういう側面もあるかもしれませんが、歴史を振り返ると危ないという意味が変わったということを僕たちは今一度知っておく必要があります。昔の睡眠薬の危ないは命を落とすという意味だったんですよね。ちょっと前の睡眠薬は変になるっていうぐらいの意味でした。最近の睡眠薬はやめられないとか、こける原因量が増えるとか、多くの患者さんで見たときに認知症リスクが上がるかもしれないみたいな、そんな話です。つまり随分穏やかな危ないになってきたということなんです。何を言いたいかというと、我々がこれまでお世話になってきた睡眠薬の歴史は長く時間をかけて安全性を追求してきたお薬なんだということです。そのことを抜きにして危ない危ないというのは非常にアンフェアじゃないかと思います。ただし安全性を改善してきた改良の歴史だという面もある一方で、我々が使ってきた睡眠薬というのは数千年間進歩なしという考え方もできます。それは何かというと、まあ、古くがお酒からバルビツール酸もそうですし、放水クロラルもベンゾジアゼピンとその仲間たちも全部そうですが、一つの共通点がございます。それが何かというと、すべてGABA A 受容体に作用してその受容体を刺激するという特性においては全て共通です。で、GABA A 受容体というのは脳の中に広く分布していて、こいつを刺激することで中枢神経の機能を強く抑制いたします。平たく言えば中枢神経に対する麻酔作用があるわけですよね。で、この中枢神経の機能を落として意識レベルを下げることによって眠気をもたらす薬のことを我々は10波人から上げて全て鎮静剤と呼んでおります。つまり安全性の面で改良してきたとはいえ、その基本的な性質は全て鎮静剤の歴史であったという面で、ずっと同じようなものを私たちは使い続けてきたとも言えるわけです。じゃあ鎮静剤って何なのかということをちょっとコンパクトにまとめてみたのがこれです。私たちが患者さんに鎮静剤を処方したときには、鎮静剤には好む好まざるにかかわらず3つの特性というのを患者さんに影響を与えるということがございます。その1つ目というのが鎮静作用、2つ目が筋弛緩作用、3つ目が抗不安作用です。で、鎮静作用というのは意識レベルを下げるということなので、患者さんにとってはこんなふうな感覚になります。ああ先生この薬飲めたらすぐに眠くなります、すぐに意識レベルを落としきれるのですぐに寝れるっていう感覚になりますね。時々患者さんにこの薬を使うと、肩パンパンだったのがすごく楽になりました、肩こりが取れた、筋弛緩作用を感じていらっしゃいます、今までは布団に行くのが怖かったのにこの薬を飲んでから
安心して布団に入れるようになりました。抗不安作用を感じていらっしゃいます。鎮静剤を僕たちが患者さんに処方することによって、この3つの作用で患者さんが喜んでくれてたんですよね。これが鎮静剤の表の顔です。ということは裏の顔があるんですよね。表と裏です。鎮静、筋弛緩、抗不安作用には裏の顔があって、鎮静作用というのは意識レベルを下げるということなので、まあ効き方によっては悪用したような状態になり、健忘が起こったり、場合によっては異常行動を起こしたりする場合があったり、専門を起こしたりする場合もやはりあります。意識レベルを下げるからですよね。筋肉は別に肩だけにあるわけではないので全身に起こります。ですので大腿筋とかに起こればふらつき転倒のリスクは特に高齢者では上がります。もちろん平衡機能に影響を与えるので、そういう面でも骨折転倒のリスクは上がります。薬を飲むことによって不安が取れたということは、薬をやめるとそれだけで不安になります。なのでまた不安を取るために薬を飲みたくなります。これが依存。実は私たちがこの鎮静剤、ベンゾジアゼピンを含む鎮静剤で困ったなって思っていることというのは、すべて表の顔、患者さんを喜ばせたことの裏側の顔なんだという理解の仕方をしておかないと、ただ危ない、やめろと言っても実は患者さんには響かないんだということなんですよね。だから僕たちは古い薬について知っておかないといけないということなんです。ぜひ僕自身がこれ戒めていることなんですけど、この薬危ないぞって自分の出した薬に言うのはやめた方がいいんじゃないかなと思っています。今までこの薬というのは安全性を長く追求してきた、基本的にはいい薬だっていうふうに自分自身を認めた方がいいんじゃないかと思っています。ただし最近になって長く飲んでたりとか、年齢が上がって飲んでたりとかすると、ちょっと心配なことも出てきたんですよ。なので、あ、そうそう、そもそもなんですけど、この薬最初に飲み始めた時って、あなたこれずっと飲むつもりだったんですか、一生飲むつもりでいましたって聞きはると、大抵の場合初心に戻られます。ああ、いや、やめるつもりでした。眠れるようになったらすぐに。でももう5年飲んでる。なんででしょうって話になることがあるんです。で、そんな時はチャンスなんですよね。ああ、そうですよね。本当はやめるつもりでしたよね。じゃあ、ちょっと新しいこと始めてみませんか？今までとは違った薬もあるし、ちょっと違った習慣のやり方もあるしっていうことを抱き合わせにして案内していただくと、これからご紹介する新しい薬の本当の進化というのが発揮される場合がございます。